んな時間にお出かけするって、昔はお祭りとか特別な時だけでした。私も大人になったのかな、なんてまだまだ気が早いですよね。可愛いものに囲まれているととっても幸せな気分になるんだ。だから魔法使いさんに幸せをお裾分けだよ。はい。こういう服はどうも窮屈だな。やはり軍服以外着る気にはなれんよ。よく似合っております。いえ、余計なことを申しました。Thank you.